新婚世帯ライフデザイン講座始めていきたいと思います。初めまして NPO 法人ただいまの三木ともわれと言います。今日はですねこちらをテーマにお話をしていきたいと思います。結婚することでお互いがより自由になったそんなパートナーシップを結んでいこうということで結婚するとですね不自由になるなとかそんなふうに思っている人っていうのが僕の周りには実はたくさんいました。 ただ、えー、僕自身はですね、やっぱり結婚を通してより自由に、えー、こう、生き生きとしだしたっていう人たちをたくさん知っていますし、えー、僕もその中の一人です。今日はですね、新婚の今だからこそ、そのパートナーシップについて考えていくことで、えー、皆さんの結婚生活をですね、より自由にしていくためのお話をしていけたらなというふうに思っております。 さて、こちらがですね、結婚を自由にするためのロードマップというふうになっております。えー、三角形になっているんですけれども、下から意識のシェア、そして時間のシェア、そして一番頂点にキャリアとパートナーシップということになっております。 まずこの「意識のシェア」というところなんですけれども「コミュニケーションをしっかりとろう」というのがこの「意識のシェア」ということになってきます。家族だったらいちいち言葉にしなくても伝わるはずっていうふうに割と言われがちだったりとか思いがちなんですけれどもそうやってこうお互いの気持ちを探り合って当たったとか外れたっていうようなこう一喜一憂するようなコミュニケーションではなくてお互いのメッセージがしっかり伝わり合っているよっていうことがここでは大切に になってきますそしてその上にあるのが時間のシェア、えー、時間は家族の共有財産だよということで1、えー、人暮らしから結婚生活に入っていって、えー、例えばそこからお子さんが生まれて子育て生活などというふうに入ってこう共に住む家族が増えれば増えるほど、えー、時間っていうのは自分一人のものではなくて家族みんなで使っていく共有財産になるんだよということになります。 家族であるということはです、ね、この時間間隔を一新するということにもなってきますので話し合いをするだけではなくてお互いの時間そしてそれに伴う負担を支え合うということをここの時間のシェアでは考えていきたいと思います。 そして最後頂点に来るのがキャリアとパートナーシップということで結婚生活をですねより自由へと導いてくれるのがお互いのキャリアを応援し合うことができるかどうかということになります意識のシェア時間のシェアは最終的にはこのキャリアやパートナーシップの応援というところに繋がっていきます仕事だけには限らないですけれどもお互いの自己実現を応援する関係それこそが結婚したことでより自由になれたというような感覚を生み出してくれま さて、えー、ではこちらですね、えー、皆さんのお手元にもあるかと思いますけれども、えー、夫婦の両立アップチャートということでこちらのやり方を今から少しご紹介をしていきたいと思います。さあこのチャートはですね今説明したロードマップにおける現在地を測るためのチャートというふうになっております。 このチャートの特徴はですね、自分がちゃんとメッセージをパートナーに向けて発信できているか、またこう自分が生活の負担を抱え込みすぎていないかというような自分軸ともう一つこちらパートナーですね、パートナーからのメッセージをちゃんと感じられているかどうか、そしてパートナーに生活の負担を抱え込ませすぎていないかどうかという相手からのメッセージをちゃんと受信できているかどうかという相手軸。 この二軸を使って測っていくというのが特徴になっております。発信は受信されて初めてメッセージになるということで、ぜひここのチャートをですね、皆さんと一緒にやっていきたいなと思います。さて、やり方は簡単です。別紙の質問に答えていただいて、それぞれですね、1から5と間で点数をつけてポイントをしていくことで、自分がどこが強いか弱いかというようなチャートが完成します。 でこのチャートをやる時の注意点が一つだけありますそれはあのこのチャート表ですね2人で1枚夫婦で1枚やるのではなくて1人1枚をやってそれぞれがやったものを見せ合うというのがこのチャートのやり方になりますのでその点だけご注意いただければなと思います。 そしてこの自分ができているところとかできていないところ相手の課題とか相手がとってもやってくれているところっていうのがこれを見ることで可視化されますのでぜひですねこれを見て現在のシェアのあり方とかパートナーシップのあり方というものを見ながらまたこのチャートを繰り返しやることで自分たちの課題点っていうのを伸ばしていくというふうに活用してもらえたらなというふうに思います。さて それではですねまずは意識のシェアというところからお話を始めていきたいと思います発信は受信されて初めてメッセージになるようというのが特徴になりますさて、こんなグラフがありますこちら Google のウーメンウィルというところが出している調査結果になるんですけれども実は夫婦のコミュニケーション っていうのが共働き夫婦の一番のストレスになっているよというのがこちらのグラフの内容になってきます。こちらピンクが女性の示したグラフで、この紫色が男性を示しているグラフになります。そしてこちら下にあるのがまあ、何にストレスを感じているかというところなんですけれども、男女ともに高いのがこの夫婦間でのコミュニケーションというところになってまいります。 それだけまあコミュニケーションの総合っていうところが一番の課題であり一番重要なポイントであるということが今のグラフからも見て取れるかと思いますではそのコミュニケーションになるんですけれどもコミュニケーションというのはですね自分の気持ちをこう上手に伝えていく方法だけでも相手の話を傾聴する技術だけでもありません自分が発信した言葉っていうのがちゃんと相手に受信されているということで初めてメッセージになっていきます さてそのためのポイントが2つありますまず1つ目お互いの話は最後までちゃんと聞くということですねすごく当たり前のことなんですけれどもどうしてもこう議論が白熱してしまったりとか自分の意見が出てきた時に相手の話を遮って自分の言葉を重ねてしまうっていうことが結構あったりしますそこからコミュニケーションのすれ違いとか相互とか本当はこういうことが言いたかったんじゃないのにということが起こりがちですので相手の話はちゃんと最後まで聞く ということは常に意識をしておくといいかなと思います。小さな問題とかすれ違いみたいなものはですね。意外とこのちゃんと話を聞くよっていうだけで、えー、結構問題解決されていったりすることもあります。そして、2つ目ねぎらいと感謝の両方を伝えようということで、ね、ぎらいっていうのは努力とか骨折りに対して感謝を伝えていくということになります。 まあそういう意味では両方とも感謝ではあるんですけれどもどここののの部分に感謝をするかというのがこのねぎらいと感謝の違いになってきます、ね、ぎらいっていうのはその労力に対しての感謝になってきますので例えばこうお皿洗いをしてくれた時に「お皿洗いしてくれたのはありがたいんだけど洗い残しがあるんだよね」とかそういうふうにですねあの成果に対して感謝をしようというふうに思ってしまうとどうしても 感謝ではなくて相手への評価にななりがちなんですねなのでできたできないっていう成果だけではなくてやってくれようと思った気持ちとかやってくれたんだというその労力に対しての感謝を伝えるということを意識してもらえるといいなというふうに思いますでは2つ目、えー、時間のシェアというところに入っていきたいと思いますこちらはですね時間は家族の共有財産だよと いいうようううよなな意識を持とうということこになります、えー、結婚するとですね時間は24時間全部自分のものだよという感覚を持ち続けているとだ、えー、だんだん夫婦のの関係いいうのがししてきてきまいます特にまあ子どもが生まれたりとか家族が増えてくることによって、えー、時間の感覚っていうものを一緒に変えていかないとそこのすれ違いっていうのがだんだん大きくなって,なっていってしまうので注意が必要になります。 さてそのためにこちらですね情報をシェアしようということと家事をシェアしようという2つのポイントがあるんですけれどもこの2つをですね実はたった1つのことで両方ともアップさせるものがありますそれが何かというとこちらですね夫婦でスケジューラーを共有しようということでこちらスケジュールを共有していくことで 家事・育児の分担へのストレスが下がって男性は家事・育児への取りり組みがが長くなるよという調査結果がありますこちらはですね紙のスケジュールでもいいですし何かアプリを使ってスケジュールの共有とかでもいいんですけれどもお互いの予定をちゃんと共有し合うっていうことでこういう効果があるという調査結果が出ております。 でこれあの諸説理由は言われているんですけれども、えー、一つ大きく言われているのがお互いの予定を共有し合うことであこの時間にはこれをやんなくちゃいけないよねとかこの日はこういう予定があったよねっていうのが分かるので、えー、男性側も特に自覚が芽生える家庭に対しなので是非ですねまだスケジュールの共有やってないよっていう方は、えー、スケジュールの共有をまずはスタートとしてやってみるといいなと思います。 そして、まあ、スケジュールの共有もそうなんですけどもこの「家事をシェアしよう」というところでもう一つ大切なポイントがありますそれがもののしまい場所のシェアになります。 意外とですね、物がどこにしまってあるかっていうのは、普段家事をやってない人っていうのは分からなかったりするんですよね。そしてそれが分からないということが家事とか育児への参画、手を出すっていうことにのちっちゃな遠慮に繋がってしまったりすることがあります。なので、ちっちゃなことのように思えるんですけれども、例えば育児グッズはここにあるよとか、掃除の動画はここにあるよとか、お皿はここにしまうんだよっていうようなことをちゃんと一緒に決めていったりとか、場所が決まってるんだったらそれを ちゃんと共有し合うということをやってもらえると家事のシェアっていうのの促進につながってくるというふうに思いますそして最後キャリアとパートナーシップというところになりますパートナーの自己実現における自分の役割を自覚しようということになりますここまでお話をしてきた意識のシェアとか時間のシェア これだけだとですね、実は結婚生活に自由を感じるのは難しいというふうに思います。どちらかというとこう、スケジュールを共有しなくちゃいけなかったりとか、時間も管理しなくちゃいけないというところで。この先にお話しした二つだけだと、不自由さみたいなものを感じてしまうという方もいるかなと思います。ただ、その二つを土台にして、お互いの自己実現を応援し合うような関係。そういうことができたときに。 結婚生活はですね途端に自由になっていくというふうに思っておりますそしてここではですね「キャリア」っていうふうに書いてあるんですけれども別に仕事だけに限った話ではありませんお互いの人生を応援し合うということがこの項目の一番の特徴になってきますでは、えー、一つずつご説明していきたいと思いますまず一つ目家族であることの一番のメリットは無条件で味方でいることができることということで これはもちろんですねあの最低限の信頼関係っていうものを構築しているという上での話にはなるんですけれども何か大切な議論をするとか話し合いをするという時にですね最初に、えー、自分はお互いのことを考えて発言するんだよっていうことをちゃんと言葉として、えー、共有し合うということをやってみてもらいたいなと思います。どうしてもこう言いながらこう 勢いに乗ってこう思ってもないことを言ってしまったりとかそういう意味じゃないのにっていうことで、えー、意図を違うように取られてしまったりっていうことが言葉なのでどうしても出てくると思うんですよね。でも前提としてお互いのこととちゃんん考えていいるんだよっていうことが伝わっていればあそういう意図で言ったんじゃないんだよね。 そういう風なことで言ったんじゃないんだよっていうことが伝わりやすくなりますなので、えー、無条件で相手の味方でいるんだよということをですねぜひ伝えた上で、えー、大切な議論っていうものには入っていってもらいたいなと思いますそして2つ目パートナーの自己実現には自分の生活が大きく関わっているんだよということを知るということが大切になってきます お互いの自己実現だったり仕事だったりするので、まあ、お互いそれぞれが頑張ればいいやっていうことではなくて、えー、自分が頑張っているその間にパートナーが家庭の中のことをやってくれているかもしれないパートナーが家庭のことを見てくれてるから自分は今頑張れるんだ。逆に自分が 家庭のこととか育児とか家事とかっていうものに参画しなければもしかしたらパートナーは新しい挑戦や自分がやりたいことっていうのに取り組むことができないかもしれないっていうことをちゃんと自覚しておくということが大切になります。えー、よくですね家のことちゃんとやるんだったら働きに入れてもいいよなんていうふうにね、えー、言って揉めちゃうなんていう話もあったりしますけれどもそういう感覚ではなくてお互いが助け合いながら、えー、自分の自己実現っていうものに向けて頑張っているんだということをですねここでは しっかり把握し合うということが大切になってきます。 ということで今日はですね、結婚することでお互いがより自由になった、まあそんなパートナーシップを結んでいこうということでお話をさせていただきました、えー。結婚するとね、不自由になるなんていうふうに思うのではなくて、結婚をしてお互いが協力して支え合うということをすることで、お互いがもっとキャリアとかパートナーシップで自由を得ていくことができるという感覚を持って、えー、結婚生活というものを送ってもらえたらいいなというふうに思っております。えー、ぜひですね、えー、皆さんの新婚生活が より楽しく自由になっていくことを願って、こちらの講座、今日は終わりとさせていただきたいと思います。最後までご清聴いただきまして、どうもありがとうございました。